サブリナ様、やっぱり映画はスクリーンで。さあ、家のいつまでには。え、終わり？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで次もすぐ受けれるんかな。お疲れ、アイラちゃん、何かあれば言ってちょうだいね。お仕事します、させてください。オッケー、それじゃあ制服に着替えてね。え、この場で着替えれるじゃねえか。わざわざ上に上がらんでも。よし、準備はオッケーと。さて、別荘作りは全く問題なさそうだし、次は営業、つまり別荘の売り込みをお願いしたいの。え、もう仕上がっとる別荘があるってこと？前回はお客様からお店に来てくれたけど、うちはまだまだ知名度が低いし、先客万来ってわけにもいかないのよね。それにせっかくあなたみたいな才能あふれるスタッフがいるんだもの、ただ待ってるだけじゃもったいないでしょ。ってなわけで、この島に遊びに来ている観光客にお声掛けして別荘作りをご提案してみてちょうだい。いや、やっぱ作るんすね。え、この島従業員以外にもいるの？大丈夫、難しいことなんてないわよ。こういうのは流れでなんとかなるから。じゃ、行ってらっしゃい。観光客が来たのか。何を観光しようんやろ。なんか観光するようなものあった？びっくりした、ニコちゃんだった。待ってたよ、今日は営業の仕事をするんだよね。ならこのニコ先輩が力になるよ。ほら、あっちを見てみて。おお、いる。遊びに来てる人たちはあの辺のビーチにいることが多いんだよね。リゾート地が好きで遊びに来てくれてるわけだから、別荘の話にも関心を持ってくれるはずだよ。この3人だけかな。お客様になってくれそうな人はよーく見ればわかるはずだよ。こんな風に過ごしたいっていう心の声は隠しきれないものだからね。モワモワモワーンって出とるってことかな。そういう人を見つけてじゃんじゃんお声掛けするといいよ。これは人によって出てくる住民は違うってこと？この3人だけかな。うわ、びっくりした、なんか見えた。なんか頭の中が見えた。大きなスクリーンで映画鑑賞、それって最高だと思うのよね。まああれよね、ハピモリもこんな感じやったよね、確か。街に出てあれもランダムやったよね、出てくるのは。バットをブンブン振れるガンガンの場所が欲しいな。は？時間を忘れてのんびりと手芸がしたいな。あー、それいい感じかな。まあ、この3人ですね。なるほど。どうしよっかな。個人的には、大きなスクリーンで映画鑑賞。これかな。あら、どちら様かしら。たくみライフ、あなたはそこで働いてるのね。実は私、別荘を建てたいんだけど、どうすればいいのかわからなくって。お聞かせください。そう言ってもらえると助かるわ。じゃあ詳しい話はこれからゆっくりね。つるるん、つるるん。それじゃあ詳しい話をしていきましょう、つるるん。私の理想の別荘はこういう感じなんだけど、やっぱり映画はスクリーンで、サブリナ様。ふんふん。で、スクリーンとポップコーンとコーラっぽい、その2つが必須。なるほどです、素敵なイメージですね。思ったよりでかくない気がするけど、スクリーン。次は別荘のロケーションを決めましょう。立地に関してご希望はございますか？立地ね、私この辺はあまり詳しくないのよ。おすすめしてくれていいわよ、つるるん。お、これ決める感じ？ではこちらで良さそうな場所をご提案させていただきますね。アイナちゃん、うちでご用意できる土地は手元の地図でチェックできるわ。お客様の別荘のイメージも踏まえつつ、良さそうなロケーションを選んで差し上げてちょうだい。ふんふん。ロケーションの提案。この別荘地にはそれぞれ特色のある小さな島々が集まっています。別荘の季節は X で変更できます。え、季節？また一つの場所にいくつでも別荘を作ることができます。へ、じゃあここでキャラクターを選ん、え、いくつでも作ることができる、どういうこと？え、前回のさ、エレフィンみたいなのって一軒しか建てれなそうやん。あれはもうエレフィンはいないものと考えて作れるってこと？すごいね。オッケー。やっぱり映画はスクリーンで。
で、要はこれ、まあ、ここ別荘を訪ねるってなったら、ここでエレフィンを選んだらエレフィンの別荘に行くし、他の人を選んだら他の人の別荘に行くみたいな感じの設定ってこと？このゲームの機能的に。なるほどね。あ、これ2箇所に分かれとんや。やっぱり映画はスクリーンで。に合いそうなロケーションって何？全く分からんけど。滝はあれやけど、ちょっとなんかいい感じに海の音が聞こえてくるぐらいの。こことかにする？プライベートビーチ的な。ここにします。あら、いいじゃない。あ、やっぱほら、ペンギンやけんさ。まあ、氷っていうのもあれやけど、海ぐらいね。決めた。ここにするわ、つるるん。では、ここからは現地で相談しながら進めてまいりましょう。さあ、いなちゃん、お客様をご案内させてあげて。今回も期待してるわよ。あー、プレッシャー。もう前回いい感じやったけど、今回はな、どうかな。こうして実際に来てみてもやっぱりいいわね。気に入ったわ、つるるん。それはよかった。君が選んだロケーション、気に入ってもらえてよかったね。オイラは終わるまでここで待ってるけど、困ったことがあればいつも相談してね。それじゃあ頑張って。うん、え、もう家の中までも入ってこん感じ？そうそう。もし部屋の中だけじゃなく、庭も整えたいって思うなら、外でも、下の模様替えモードが便利だよ。もう今回から早速。君から庭のコーディネートを提案したいって時は使ってみてね。とりあえず、なかなか。ここからどんな風にしてくれるか、とっても楽しみね。よろしく頼んだわよ、つるるん。やっぱり映画はスクリーンで。ふぅ、頑張りますか。あー、でも思ったよりでかいわ。なるほどね。でも壁掛けとかにしてほしいよね。あ、待って。こっちにしよう、こっちのモードに。やっぱり映画はスクリーンで。まあ、これど真ん中やろ、基本。で、どういう感じのがいいかな？マッサージチェア、クールなソファ。クールなソファーかな？これ、幅的にもう1セットぐらい置いておきたい。で、これ何？ボックススツール。ああ、なるほどね。ノルディックなローボード。あ、そっか、ローボードとかも置きたいか。クールなローテーブル。クールなサイドテーブルも置いておいて。あ、グランドライトも2個ぐらい欲しいかな。突っ張りラ、フロアランプ。フロアランプも欲しいか。PA 用スピーカー。PA って何？全然わからんけど。ま、スピーカーもなんか、いい感じのにしたい。か、何これ、フロアモニターって。スピーカーも2個。ダストコーナー。もはやあれやね。ちゃんと映画館って感じ。ま、コーヒー飲んで、ピザとか食べて、ピコホーン。映写機。タブレット端末まである。すごいね。ちゃんとタブレットやん。スマート壁掛けスポットライト。そんなのも。これもなんか2個ぐらい欲しいかな。んで、あと、非常口。非常口。面白そうやけんしとこうっと。ドンチョウの壁。うわ、なんか、落ち着かねえ。ブルークラウンの壁紙。夜景の壁。いやー、でも、どうだ？白レンガ。ブルークラウンかなー。強いて言えば。めちゃくちゃ強いて言えば。アラベスクな床。でも合っとるような気はするんよね。絶対違う。紫のシンプルカーペット。アラベスク。どうかな？でもこんな感じか？ブルーのエレガントなラグ。ん？出た？ちょっと違うな。青いシャギーのラグとかかな。ちょ、待って。一旦消させて。なんかすごい拍手されたけど。
青いシャギーのラグ。でっけえ。めっちゃでっけえ。いやでも、これかな。待って、ラウンドマットっていうのもあるな。ちょ、待って、もう一回ちょっとしまわせて。アイボリー。アイボリー。あ、S か M かか。M。あ、こっちかな。んで、トレンディーな服もなんか昔の監督さん的な。あと、どうだ？ケケソール。ケケソールも飾っとくか。でも、とりあえず出したいのはこれぐらいかな。この中では。じゃあ、ま、それで、とりあえず、組んでいくか。ああ、こんな感じじゃない？家の中こんなもんかな。うん、おそらくこんなもんでいいでしょう。ライトこんな感じでいいか。はい。じゃあこれで。いいね、いいね。じゃあ外もやる？でも外ってどんな感じ？何？何するよ、外って。あ、外でさ、なんかこういうポップコーン。ポップコーン買って、中で食べる、みたいな感じかな。せっかくさ、海沿いやけん。待って。せっかく、あ、お庭のコーディネート。柵モード、道モードにする。時間、天気を変える。季節を変える。家具や植物を置く。柵モード、道モード？なんだそれは。家の外観を、家の外観変えれるん？マジで？家にカーソルを合わせて X を押すと外観を変更できます。へぇー。すごい、見てみたい。ちょっとカーソル合わせただけで変わっていただきたいな。あ、これ可愛くない？てか合っとるよね、なんか。おぉ、和風。めっちゃ和風。これなんかすごい初期って感じやね。おしゃれ。あ、いいね、いいね。いっぱい変えれる感じやけど、個人的にこれが合う気がする。うんうん。もう外に植えとる木とかも変えれたらいいんやけど。あ、屋根。あ、細かく変えれるんやね。なるほど。こんな感じかな。オッケー。めっちゃいい。超いい。これ、色変えれる？レッド、グリーン、ピンク、ブルー、ブラック。ブラックかっこいいね。うん、でもここに合うかな？ちょっと待って。あの場で変わってほしいよね、なんか。緑。グリーンは？なんかな？いや、ちょっと待って。赤のまんま。わからん。あ、違う。違くってですね。もう一回押せば戻るのか？ちょいと待ってね。どうしよう。何を置こう、外。あ、でも外、なんかちょっと、外でも、ちょっとお茶ができるというか、軽食が食べれるというか、そういう感じにしたいかな。家具。でもなんか思っとるような家具がないんよね。少なくない？めっちゃ少なくない？そんなもん？あ、すごいね。この辺の岩とかも置けるんや。ファッション、その他。家具。いや、なんかもうちょっとさ、違うんよな。違うんすよね。クールなサイドテーブルもこの辺のやつを2つぐらい置いとくか。んで、椅子。いや、椅子もなんかそういうんじゃないんよなって感じの椅子しかないんやけど。ビニールチェア。置ける場所少なすぎん？あ、この木動かせるんや。なるほどね。ちょ、邪魔やなって思いよったんよね。
よし、オッケー。じゃこんな感じで出すかね。どんな感じ？完成しました。どうでしょう。できたのね。ありがとう。徐々に家具は増えていくんかな。多分その人がなんか置いてほしいなーみたいな家具プラスちょっとそこに似たような家具みたいなのがちょっとずつ増えていくんかな。サブリナ様、やっぱり映画はスクリーンで。外はね、そんなにやけんあれなんやけど。でも家の外観は結構悩んだ。お、ちゃんとフォークとナイフ取り出したよ。さあ家のいつまでには。メインそこじゃないんすよね。早く中に入ってくれないかしら。え、入れよ。え、終わり。ね、やっと中に入った。おまけ程度に中に入っただけなんやけど。こんなに素敵な別荘になるなんて、あなたにお願いして本当によかったわ。そうだわ。あなたせっかくなんだから、この別荘の写真を撮ってちょうだいよ。おお、いいよいいよ。ありがとう。スマホのカメラアプリがあるでしょ？あれで撮ったらいいわよ。つるるん。そうだ、お客様。撮影した写真のことなのですが、当店に手掛けた物件の写真として、施工事例などに使わせていただいてもよろしいでしょうか？いいわよ。いいわよ。好きなように使ってちょうだい、つるるん。ありがとうございます。ほら、ピザ熱いうちに食べた方がいいよ。それじゃあ、アイナ、とっておきの一枚を頼むね。これだっていう写真が撮れたら、一旦カメラアプリを閉じてお客様に見てもらうんだよ。うっかりシャッターを切って写真を上書きしないように気をつけてね。じゃあ、オイラ外に出てるから。そういうことだから、頑張って撮ってね。いい写真が撮れたら私に教えてちょうだい。スルルン。完成後の別荘でできること。左で着替えができます。または下ボタンでその場にいる人を好きな位置へ移動できます。あ、じゃあお客様が実際に使い得るところを写真に写すみたいなことができるってことやね。よし。ってことは、ちょっとそこの椅子に座っていただけるかしら？よいしょ。はい。んで？着替え？ここではこの場にいる人の着替えができます。あ、へえ、お客様の着替えができるんや。自分以外の人を選んで Y を押すとお揃いモードになり、お揃いのコーデにする相手を選ぶことができます。ふんふんふん。サブリナ。お着替えは、こういうのさ、カーソル合わせた時点でさ、ね、ちょっと変わっていただきたいよね。いやーでもな、うん、この辺にしとくか。OK、OK。じゃあこれでいいかな。私は別に、収まらなくていいので、カメラに。カメラアプリで、キャラクターのオンオフ。L 押し込みでキャラクターの表示をオンオフできるようになりました。押し込みの回数に応じてオフになるキャラクターが変わります。へぇ。ジョイコン横持ちじゃオフにできません。これで自分が消えるんやね。こういう感じでいいかな。これで私が消えて、こんな感じです。どうすかね。あ、ちゃんと、椅子越しに背後から話しかけれる。どう？写真撮れた？撮れました。こんな感じでどうすかね。ちょっと手前の廊下邪魔やけど。あら、いいじゃない。どこに出しても恥ずかしくない、いい写真だわ。アイナさん、今日はいろいろありがとう。これからも頑張ってね、つるるん。ふぅ。いい感じにできました。でもやっぱり、一番最初の物件がめちゃくちゃ最高って思ったけん、二件目ちょっと微妙やったけど、個人的には。おかえり、今回のお仕事はどうだった？それなりです。お客様とっても喜んでくれたよ。それは良かったよ。うん。今回もバッチリだったってわけね。アイナちゃんやる。それじゃ、お給料の6000ポケを受け取ってちょうだい。あれかな？どんだけ内容が増えても、お給料は固定なんかな。アイナ、あの写真を匠さんに見てもらおうよ。
あ、そうそう、これこれ、できたよ。今回作った別荘の写真？素敵じゃない。その写真、お客様に頼まれて撮ったんだけど、施工事例にも使わせてくれるって。施工事例やけんね、あの、顔は写ってないよ。いや、いいんやろうけど、写っても。あら、ほんと？助かるわ。実は、うちで手掛けた物件の情報を、スマホアプリで管理できるように準備を進めたの。そこに写真を載せれば、どんな別荘を作ったか、一目でわかるようになるわ。早速やってみましょう。アイラちゃん、アプリを送るからスマホを出してくれる？また新しいアプリ？何何？おお、増えた増えた。作った。はい、オッケー。これからは作った別荘の情報をその作ったっていうアプリでいつでも確認できるからね。じゃあさっきの写真をもらえる？試しに登録してみるわ。これは他の人にも公開される感じのやつ作った？やっぱり映画はスクリーンで。うん、ちゃんと登録できたみたいね。いい感じじゃない。作ったん登録した写真は今後タクミライフの施工事例として宣伝なんかに使わせてもらうつもりよ。これからも別荘を作ったら積極的に写真を撮ってちょうだいね。じゃあお疲れ。さて今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。お疲れ様でした。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかできることどんどん増えてくね。庭も作れるようになったし、家の外観も変えれるし。こだわる人めちゃくちゃこだわるんやろうな。私ですら、ちょっと時間かかったもんね。いつも適当に決める私ですら。でも、楽しい。めっちゃ楽しい。よき。これからもどんどん続けていきたいね。